ジャン君、おはようございます。昨日はですね、クロケンパパのお誕生日、いろんな人に祝っていただいてありがとうございます。お誕生日の生配信の時に約束をしたですね、すずりで、すずりというショップでですね、ジャン君やポンちゃんのキャラクターの T シャツとか作っていますが、マオイママさんの手書きの幻想動物ですね、マオイの幻想動物という名で作っているもの、これを出しますって言いました。で、手書きのものっていうのはですね、ちょっと今作業しているんですが、わかるかな、こういうものなんですが、これね、透明にしますね。ちょっと待ってね。はい、下が白に見えますけれども、この状態であればそんなに問題ないんですが、下に色が入った時に、ほら、ここの外にこういう白い、まあ汚れって僕らは呼んでますけど、これがゴミみたいなことを言うんだけど、出ちゃうんですね。これを今、手作業でカットしています。これを丹念にやらないとですね、なんとなくこうグズグズした感じになっちゃうので、やっております。周りを透明化しています。どうしてもですね、毛羽立っているような、絵の場合にはちょっともうほぼ難しいんですけれども、こうやって線がね、はっきりしているときにはできますので、それを今やっているところです。ただし、あまりにも直線的にやるとですね、手書きの良さを消してしまうので、そこはもう、プロ同士の信頼関係でやっております。まあ、夫婦で許し合いっていうのはあるかもしれないけどね。こことかね、こことかだいぶやばい状態でしょ。これをきれいにこうやっていくわけです。さあ、これができたら、T シャツに、出すんですけれども、1体につき難しいものだと 2,3 時間かかっちゃうんだけど、まあ優先順位をつけて、人気、昨日、生配信でね、人気をちょっと測ってみました。何人かの方がこれが欲しいって言ったのがあったので、まあそれを人気があるとしょ取ってですね、先にそちらを12体中、まあ順番を決めてやっています。頑張るよ、これは足だよ、爪だよ。おい、かわいいんだって、あんたかわいいんだって。かわいいよ、さっきまでね、自分の尻尾にじゃれてたの、めっちゃかわいかった。慌ててカメラを用意しましたよ。まさかもうやめてこっち来ようとしてたりしないよね。そしてブラシを要求するっていう例のパターンに入るんじゃないよね。ジャン君、ジャン君、やっぱりか、やっぱりこれなのか。あれ、あれ、さようなら、おやすみ。何々になった、あっちですか。じゃあ、ポンちゃん、ちょっと私だって可愛いってとこ見せてください、うん、ポンちゃん、ポンちゃん、向こうの部屋からね、戻ってきたんだもんね、偉かったよね、ポンちゃん、やだよ、ポンちゃん、ポンちゃん、暑い部屋にばっかり行って、ほら、戻ってきて偉いね、ポンちゃん、はいはい、ポンちゃん、